A4 サイズの用紙1枚で四角の箱を折っていきます。今回は蓋の部分になります。このような形になります。ここの上の部分はこの後いろいろ折っていって模様を作っていきますが、今回の動画はここまでの説明になります。A4 の用紙を1枚用意します。縦の4分の1のサイズをカットしていきます。まず半分に折り、少し折り筋をつけ、つけた折り筋に合わせてもう半分に折り、少しだけ半分に折ります。一度このように合わせ、長さが揃っているか確認してください。そしてカットします。そして端を糊代の分折ります。蓋の部分ですので、底よりも広く大きくするために少し細めに折ります。 1,2 センチぐらいまでの間で折ってください。そして半分に折ります。そしてもう一度半分に折ります。一度広げ、つけた折り筋を反対側に折り返し、折り筋をしっかりつけてください。表側になる面を上に置き、糊代を右側にしてこの向きで置きます。そしてこう斜めに折り筋が入るように折っていきます。この時こことここの辺、こことここの辺が合うように折っていきます。分かりやすいように一度このように折って、こことここが合うように折ります。少しずつずらしていきます。このように置き、こことここが合うように折っていきます。このここの折り筋まで折ります。もう一つずらし、次はこことここが合うように折ります。もうここの折り筋まで折ります。もう一つずらし、同じように折っていきます。このように1,2,3,4,5本折り筋を入れます。このままひっくり返して
このつけた折り筋の一番上の部分を目安に、このように折っていきます。まず、この上の部分を、このように、印をつけていき、これに合わせ折っていきます。まずふんわりと折ってから、このように合わせ長さが合っているか確認をしてから、しっかりと折り筋をつけてください。そして一度広げ、今度はのり代の部分を使い、今折った折り線に合わせて半分に折り、のり代の部分だけ筋をつけます。広げます。で、向きを変えます。このまま180度回転し、今つけた折り筋よりも少し上の方に折るようにします。この時、この線とこの折ったここの折り線が箱の深さになります。大体で構いません。大体 4、5ミリぐらいの間で折ってください。この時も必ずこの幅が合っているか確認をしてから、ギュッと折ってください。広げると2本ここに筋があるんですけども、これが箱の深さになります。そして、この裏についている線に合わせ、このまま折っていきます。この時にも、もう一度このように合わせ、幅が合っているか確認してください。この時にずれやす、この幅がずれやすいので注意してください。次は、このまま折り筋に合わせ折っていきます。この箱は折り筋をきちんとつけることで折りやすくなりますので、組み立てやすくなりますので、しっかり折り線をつけてください。一度全部広げます。そして裏になる面を上にし、のり代が左に来るように置きます。で、次は、こう折り線がついているのですが、こうなるように折っていきます。向き変えます。見やすいように線を引きます。ここと、ここに、こことここに折り線がついているので、この赤い線を合わせるように折り筋をつけていきます。この角のところをこう押さえて、このように折ります。次もここに折り筋がありますので、この折り筋に合わせてこのように折っていきます。あとの2箇所も同じように折っていきます。このようになります。そして、のり代を
右側になるように置きます。上になる面は裏の面です。そしてこのように折りたたんでください。もう一度します。このように折ります。このように組み立てていきます。のりしろの部分が右側に来るように持ち、この折り返している部分を左側からのりしろの部分へこのように差し込みます。もう一度します。このように差し込みます。で、のりしろにのりをつけます。このようになります。斜めに筋がついている大きな方を上に置き組み立てていきます。斜めの方にもう一度このように4つこう4面少しこう折ってひねりながら潰していきます。この時のコツは、一面を倒してから、他の面をこちら側からギュッと押すと、このようになります。もう一度やります。一度この斜めの折り筋を4面このように折っていってから、一面だけを三角に倒し、こちら側のここをこのように押すと倒れてこのようになります。逆さま向けます。のりしろの部分が手前に来るように置き、このように倒します。そして手前こうひっくり返してからまた手前を向こう側へ倒します。でひっくり返して手前のこの部分をこちら側へ倒します。で最後手前に向け倒しますが、最後この部分を中へ入れるようにします。一度ふわっと広げ、この線がここに引っ付くように中へ折り込みます。そして形を整えます。折り筋がつけてあるので、この折り筋に沿って形を整えてください。これで A4 用紙1枚から折る四角の箱の蓋の基本が完成です。